はい、こんにちは、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日も、期間限定イベントの攻略、元気にやっていきたいと思います。それでは、今日の出演機の、ね、編成の方から入っていきたいと思います。水上弾撃部隊で、E3-4 ですね、こちらの攻略をしていきます。機関はネルソン、どうも道中なかなかボスにね到達できないということが、まあ、削りの時からもね結構ありましたので、この司令部要員をね積んで第一艦隊の子たちは、まあ、もし大破したら撤退しますけど、第二艦隊の子がねもし被弾した時は交代させて、そして進軍するような方法でいきます。一応ね削りも終わって、装甲破砕も終わっていますので、あとは、まあ、フィニッシュを決められるかどうか、まあ、そこまで今日お見せできるかどうか分かりませんけど、カンムスたちを信じて最後の決戦にね行きたいと思います。一応友軍のことも考えましたけども、まあ、戦闘力を考えて夜半を採用しています。はい、以上のような編成になっております。さすがはマイアドミラだ。作戦計画概要をご説明します。進もう。作戦計画概要をご説明します。作戦計画概要をご説明します。それでは用意が整いましたので、出撃していきたいと思います。最終作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。うん、夜が出よう。なーに、これもビッグセブンの務め。気にするな。
それでは戦闘開始。エネミーイズインサイト。おのおの方、さあ始めるぞ。改装された第一航空戦隊の力お見せします。エネミーインサイト。全艦戦闘態勢に。最初からちょっときついな。あんまりこの空襲では被弾することなかったんだけどな。ベロオナカ、マヤヌムラ、貴様の指揮のおかげ。でも気にしてもしょうがないので進軍しましょう。おのおの方、さあ始めるぞ。さあさあさあ倒してくださいよ。下がりませんよ。そこです。カサグモが見せたけれど、日本。これもまた手厳しいな。そこです。攻撃戦も気を抜くんじゃないぞ。突撃する。これでどうだ。カサグモが見せてくるから、砲を左へ敵艦に仕込む。撃ち方始め。わあ。うわもう野戦に行く前に大惨事だよ。果たしてたどり着けるのだろうか。ベロオナカ、マヤヌムラ、貴様の指揮のおかげだな。またバーチャルスターですか。ありがたいです。ない。この空襲まで、どうかな、切り抜けられるか。守ってください。タシュケントと火山雲を持って、お願い。なんとかギリギリ耐えられた。ベロオナカ、マヤヌムラ、貴様の指揮のやり方が艦隊で一番なのだが、わ、空襲はね、ここはまあどうしようもないんでね、警戒陣で行きましょう。一隻までなら耐えられる、二隻はダメよ。面白いわね。後悔しないで。綺麗なミス。全部ミスも精神的に来るな。あ、いいとこ行った。あ、でも大破ならないか。下がりませんよ。そこで。やめろやめろ。
服を切らせて骨を断つのよ。うわあ、そっち行った。本当にギリギリでかわしてるな。もう一発もらったらもうダメなんだよ。もうやるじゃない、お返しよ。かつお節さん、こんばんはです。今日もよろしくね。あー危ない。サミダレを集めて林って場所だっけ。もう綺麗に被弾してたけど、なんとか大破ならずに済んだ。うん、ベロオーナーか。マヤヌムラ、貴様の指揮のおかげだな。私だが、この家族者すんだか。さあ、どん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 ね、敵地に踏み込んでいきますけど、あとはこの X マス。よし、ラム氏を出そう。 いけるか。第4警戒高校序列、戦闘開始。カツオ節さん、何かに突破を目指す。とりあえず野戦はね、抜けられたけど、本当の戦いはまだね、ここからだから、みんな頑張って。空襲は避けた。あとは当たらない。かわせるか。三連装手法はおもちゃじゃない。まず一つ、目に物を見せてあげるわ。要はその責務を全うすることを期待する。続け、ファイヤー。空母が怖い。守って。来た、これが怖い。かわした。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。もう一回。やられた。危ない。ファイヤー。に比べれば。まだだ。おい、行きましょう。まだまだ。攻撃隊。あー、神さん。三連装手法はおもちゃじゃないの。改装したけど、下がりません。ものを見せてあげるわ。そこで。あ、危ない。あ、そうか。第二艦隊。突撃する。攻撃されるんだ。わあ、危ない。服を切らせて骨を取るよ。サミダレを集めて。こっちも当たんないけど、向こうも当たんないね。近代兵士を舐めないで。少し痛いですよ。よしよし。悪くない。これなら悪くない。相当攻撃されましたけどね。なぜか、そう、私耐えてくれた。ふん、また私なの。いいけど、これが航空巡洋艦の実力さ。まあ、ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。道中ドロップは、黒潮や。よろしゅうな。よろしゅうな。黒潮。よし。あとは、白地修理をして、決戦。と行きたいところですね。カツオ節さん、耐えた。そうですね。ギリギリで耐えてくれてます。ここで耐えたみんなの、修理をして、少しでもね、地中海の水平線に勝利を。カツオ節さん、よし、ラム氏を出そう。ラストになれるか分かりませんけど、応援お願いします。そして幹部たち、ここまで連れてきてくれてありがとう。
それでもやるというの。いいわ、じゃあ沈めてあげる。あなたたちをここで。それでは行きましょうか。欧州装甲空母、いざ勝負。送るしかないけど、甚大。スクさん、こんばんはです。今日もゆっくりしていってね。アフィンさん、ここまでよくやっててくれた、ありがとう。今の急がせの力、舐めないのヤハギ。うわー、3本。あー、タシュケント、せっかく治ったのに。三連装手法。アキツシモン、ここまでありがとう。ここまで連れてきてくれてありがとう。相手の装甲空母枯れてるな。あとは第二艦隊を。すべて第二艦隊を落としたい。あと少しだから。支援艦隊のみんな頼む。このヤハギと野戦をしたい。面白い。プリンスオーゲン、戦場回帰しないで。あ、友軍艦隊が。プリンツだ。敵艦発見、攻撃開始。プリンツ艦隊、果たして。やる。あと一人、あと一人だから。ヤハギー、アガノ型を軽巡と侮らないで。いったー、足りない、全然足りないけど、どうだ。あと風雲、あー発動せず。あと少しだったような、でも遠いような。でもみんなよくやってくれた。二択は一旦は言ったけど、なかなかね、最後はね、そう簡単にはいかないですね。英国で生まれた機
国子女のカンガーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モナミン艦隊戻ったぞ。惜しい、惜しいね。母校というのはいつでもいいものだ。ふう、まあ今の戦いはね、まあ全力を出した結果なので仕方ないね。もがみも、まあ運の回収はちょっと隠れて見えないかもしれないんですけど、まあ32まで上げてるんで、見張り員をね、入れててもちょっと足りなかったか。カツオ節さん残念です。でまだ1回目ですからね、勝てる。まだ終わってない。ただね、基地航空隊が多分死んでしまったと思うんだよね。あー、見事に全滅してるな。よし、ここはちょっと弱いけど、あと連動があるのはこの中隊もちょっと怪しいけどな。西門隊も怪しい。飛竜はそのままかな。まあこれでいこう。残りの、燃料もね、まあ装甲破砕をやってたんですけど、そこでもうね、燃料が尽きてしまったんで、まあこの2日間はずっと遠征を回していました。まあようやく出撃する足りるだけの燃料がねできましたので、まあ今日は予告通りの出撃となっておりますけども、傷のうちにも入らないけど、ちょっと汚れちゃった。少しだけドックに入る。See you later. Excuse me. 申し訳ありません。痛くなんかないけどね。支援艦隊もな、マックス艦隊じゃないな、プリンツ艦隊がね、もう予想以上の働きをしてくれたから、全くね問題ない。実は初めてでしたね、プリンツ艦隊見れてよかった。進もう。作戦計画概要をご説明します。よし、では砲弾作戦、最終作戦海域、作戦要項です。本作戦海域はいい、ね、連合艦隊編成による出撃です。2回目。世が出よう。なーに、これもビッグセブンの務め。気にするな。最後になったら基地航空隊がね、もうボスのすぐ真ん前に来てるから、支援としてはねすごいやりやすいんだけど、いかんせん道中がねきついから、道中対策ねおろそかにすると到達することさえできないという。カツオ節さん頑張れ。ありがとうございます。応援ありがとうございます。幹部たちはみんな頑張ってるけど、あとは司令官のね精神力が持つかどうか、そこにかかってますね。
ではオーナーか。マヤヌムラ、貴様の指揮のおかげだな。このヤハギが艦隊で一番なの。だが、わっ。よし、さっきはまあ一発もらっちゃったけど、ここももらうのはしょうがない。うん、一人ならオッケー。うん。エネミーズインスタ。ただし中波までオッケーだからね。さあ始めるぞ。どやどや。どやどや。よし、これならそこでやるじゃない。返しよ。これならば大変よろしい。花丸花丸つけちゃえ。これでどうか。よい、下がりません。行くわ。そこでヤハギ突撃する。服を着らせてこれを立つなよ。よし、これで野戦に心置きなく突入できますね。まずはね、これで。うん、ベーラオーナーか。マヤヌムラ、貴様の指揮のおかげだな。だが、悪くはない。また、バーチャルスターですか。ありがたいです。さあ、空襲をくぐり抜けて野戦にね。野戦怖いな。本当にここまで来ると特に、うん、話すことがなくなってしまって、あれなんだけど、うん、でも攻略に集中してね、いきます。本当にね、たくさんの方がね、この海域に挑んで、まあ、攻略されてると思いますし、それを、勇気にもらって、さあ始めるぞ。やっていきたい。うん。改装された第一航空戦隊の力、お見せします。下がりませんよ。うん、いいね。今のもカットインがきちんと炸裂した感じなんで、ほとんどね、爆弾落とせませんでしたね。飛行場姫。うん、ベーラオーナーか。マヤヌムラ、貴様の指揮のおかげだな。この艦隊で一番なの。だが、わっ。今イベントの、まあ、一番のポイントである野戦。このヤハギと野戦をしたいと。面白いわね。後悔しないで。支援艦隊どやどや。アガヌ型を軽巡と侮らないで。しょうがないね。どやどやどや。下がりませんよ。そこです。わあ、タッシュに来るな。タッシュテントにばっかり。服を着らせて骨を断つなよ。笠雲を。一発もらうかな、これ。タシュケ、タシュー。やるじゃない。お返しよ。へぇ。サミダレを集めて生やして場所だって、うん、よし、抜けた。もうそれしか言葉が見当たらない見当たらないね。ベロオーナーか。仕方ないね。マヤヌムラ、貴様の指揮のおかげだな。これが航空巡洋艦の実力さ。ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。
よし。よし、ラム氏を出そう。第4警戒航行序列で戦闘開始。カツオ節さん、良い感じで抜けましたね。いい感じになっては来ているので、でも油断するとね、ここで停滞コン一発をもらうかもしれない。気を抜かずに行きましょう。一石落としてる。風雲おお、危ない。いくら臨界人とは言ってもね、二人スナイプされると危ない。あ、私じゃなくてそっち来ちゃったか。行きましょう。攻撃隊発艦始め。これはハニさん。逃さんぞ。シュート。やばい。やばいやばい。ファイヤーファイヤーファイヤー。やばい。危ない。ウィ、行きましょう。よくよくかわした。攻撃隊発艦始め。でもまだ第二艦隊まで来ちゃうな、これは。回避できるか。下がりますのを見せてあげるわ。そこで。何も言えねえ。何も言えねえ。これ攻撃しても気を抜くんじゃないぞ。うお。今の僕は負けないよ。甘い甘い。頬を左に振り返しこ。打ち方。始め。チャーもかわして。オッケー。ああ。合戦。なんともなんとも倒せないけど、かわしたって感じで。感じで、なんたかなんて言ったらいいのかな。この私がナンバーワン？違うわ。すべては皆さんの検討が成し得たこと。そうよね、ヤハギが艦隊で一番なの。まあまあまあ抜けたからオッケーですね。震えてますけどね。キツシマが中破してしまったら、これできないよね。やっぱりできないね。白地修理できないけど、うん、でも今回は、うん、必要なかったね、うん、と思う。よし、ラム氏を出そう。では、2回目いきましょう。来てね。おや、基地航空隊の力。改装された第一航空戦隊の力、お見せします。制空権確保。今の磯風の力舐めないでしょ。敵に第二艦隊はこれでほぼほぼほぼ合戦封殺。三連装置砲はおもちゃじゃないの。でも目に物を見せてあげる。でもこれからだ。2番行くぞ。もう一撃だ。落ちる。あ、ブロックされた。
わあ。沈みなさい。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。沈みなさい。まだ化粧とか言うの？本当失礼かな。行きましょう。攻撃隊、発艦始め。各艦がその責務を全うすることを期待。沈みなさい。ない。なかなか攻撃がねばらついてしまっているけど、沈みなさい。おい、行きましょう。攻撃隊発艦始め。やられた。やだ、誘爆しないで。三連装手法はおもちゃじゃないの。危ない。まだ預け証とか言うの。見せてあげるわけないよ。甘い甘い。敵を見つけた。どうなるか。野戦行ってみます。このヤハギと野戦をしたいか。面白い。 HMS シェフィールド。後悔しないで。戦場に到達した。これはシェフィールド。突入。チェータ了解。 OK 任せて。これはもしかして支援艦隊強力なやつにしてなかったのかな。甘く見ないで。そんな気がしてきた。有軍じゃあなすー。有軍も頑張れ。ジャーフィスー。うおでもまだこちらの艦隊は艦隊は健在だから、同じだから、あと800だから。下がりませんよ。そこです。服を切らせて骨を断つなよ。もう何も言えねえ、何も言えねえ。うらうらあ、発動せず、発動せず、でも落とした。それでも落とした。発動不死さん、通常支援になっている可能性ありますね。ね。でもヒョロヒョロヒョロって言って22。22だったけど、ちょうどだったよ。私の記憶は消えることはない。ない。いつまでも。いつまでも。みんなありがとう、ありがとうございました。福さん、パチパチパチ。よくよくよく勝ってくれた。本当に長い長い長い戦いだったよ。全作戦海域の攻略が成功しました。パチパチパチ。ありがとう、みんな、リスナーのみんな、応援ありがとう。おめでとうございます。ここまでね、いいけれど本当にご視聴、ね、応援してくれて、本当にありがとう。今日が、この期間限定海域のね、121に対して22のダメージ。そう、そう。あ、ボンジョールノ。ボンジョールノ。一番艦ザラです。粘り強さの心情です。提督、よろしくね。今日でちょうど期間限定イベントの10回目の配信だったんだけど、本当に長い長い輸送作戦、ここまでね頑張ってこれたのは本当に皆さんの応援があってあってからのことです。本当にありがとうございました。それにいろんなね方がこの海域を攻略のために情報をねくれたので、ここまでなんとかやってくることができました。本当に、先に攻略された方々も本当にありがとうございました。何も本当に何も言えない、本当に嬉しい。福さん、最上がカットインでなかった瞬間ちょっと諦めかけてましたね。最上が最後
カットインが出なくてもね、なんとかしてくれるっていう、そんな予感はしてました。鮭、あ、鮭じゃないねこれね。前回のイベント、あ、じゃないな、あの、まあ、今回第2回期のボスのところ、あの配信の中では攻略をお見せすることができなかったんですけども、実はその時もカットイン最後出なかったんですね。出なくて今のような来撃だったんですけど、それでも倒してくれたから、なんかそんな感じがしてました。今回はね、そういうイベントだったな。うん、まあ綺麗な終わり方ではないかもしれないけど、ちょっと泥臭いけど、まあ私の艦隊の戦い方だななんて本当にしみじみ思いました。そして航空賞も、うん、今回もね取ることができました。ありがとう。そして最後、私がエアークラフトキャリア HMS ビクトリアス、お前が提督か、よかろう、お前と行こうか、この海を。これから共にね、この海をかけていこう。増援輸送ペデスタル作戦成功セリ以下省略させてもらいます。冠水セリ、提督の率いる各艦隊及び基地航空隊は見事ペデスタル作戦の成功を完遂。地中海の生命線たるマルタ島への増援輸送、同方面への勝利を実現しました。全作戦完了。提督の機下の艦務士たちは暁の水平線に刻んだ勝利と栄光を称えます。ということで、攻略作戦完了となりました。艦隊戻ったぞ。終わった。母校というのはいつでもいいものだ。うん、いや、今回のイベント本当にね、小規模だということで、はじめは、まあ、燃料とか弾薬10万くらいあれば大丈夫だろうというふうに思ってたんですけど、いや、まさかなと思って、15万くらいね貯めてたんですけど、それでも足りなくて、結局のところ遠征も含めていくと、ロイヤルネイビー HMS ビクトリアス抜病する。まあ燃料だけ考えれば多分20万ぐらいは使ったんだろうなというふうに思われます。そして、友軍艦隊ね、ちゃんと協力支援になってますね。うん、まあつまり、そういうことです。友軍艦隊は、ちゃんと仕事してました。はい、大丈夫でしたね。今回ね、このイベントで一番使ったのが、まあ、ボーキサイトもね、当初15万あったんですけど11万使っていました。ちょっと途中からもうなくなるんじゃないかと思ってましたが、なんとかね持ちこたえましたが、一番使ったのは高速修復剤のバケツでしたね。開始当初は1500ありました。うん、多分500で足りるなと思ってたんですけど、うん、全然そんなことはなくて半分近く使ってしまいましたね。こちらも多分100個ぐらいは遠征で稼いで任務でね補充したりもしてたから、おそらく800、多分800くらい使ってたとは思います。
うん、恐ろしい、うん、まあ、次回のイベントまでにはちょっと間空けてほしいな。な、運営さん分かってるよなと。ということでね、今回は一番難しかったのは、E3 の2でしたね、うん、あの道中は本当にもう凶悪でしたね。できればもう二度と、寝会の誕生人は見たくない、そう思うところでした。というところで、本日はね、きちんと攻略するところをお見せできて本当に良かったと思います。そして、ここまでね、長い、期間限定イベントではありましたけど、ご視聴し続けてくれた方本当にありがとうございました。これからも、こんな感じで、配信の方ねしていきたいと思っていますので、またぜひ次回も、足を運んでいただけるよう、よろしくお願いいたします。本日は、タモマルのカンコレ、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。それでは失礼いたします。じゃあね。